今回、チャプター1ということで、少し僕の方から紹介させていただくっていうんですけど、まあ、基本ちょっと定義の話ばっかりなんで、しばらく、まあ、面白くない部分があると思いますし、僕もちょっと専門じゃない部分とかが、やっぱり先生方の方が、ちょっとなんかスラックのディスカッション拝見してる限りは、かなり皆さん、専門の先生が多いようなんで、ぜひ、むしろ教えていただけたらなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、一応、今回の What If の勉強会のところでは、まあ、パート1、パート2、パート3があって、パート1は、まあ、Without Models っていう形で、まあ、考えると。で、モデルが次、パート2ではあって、まあ、3つ目はさらにコンプレックスな時間軸の話になると思うんですけど、まあ、パート1はかなり思考実験的に、まあ、いわゆる理論の話がやっぱりちょっと半分ぐらい入ってくるっていう形になってくるんじゃないかなと思ってます。で、今回のチャプター1は Definition of Causal Effect っていう形で、まあ、これをどう訳していくのかっていうのはなんかあるかもしれないんですけど、因果関係の話にの、まあ、定義の最初のところを少し皆さんとお話ししていく形になるかなと思います。よろしくお願いいたします。で、本日の内容ですけど、まあ、これが一応チャプター1の、内容ですね。で、ディフィニションと、だから定義なんですけど、まあ、大きくは最後のコーゼーション VS アソシエーションみたいなところがメインのところになってきますが、このインディビデュアルコーザルエフェクト、まあ、いわゆる個人のコーザルエフェクト、から次、アベレージ。まあ、いわゆる集団でちょっと考える。まあ、平均的なことになりますけれども、そういう考えて、まあ、どういうふうなエフェクトを評価するものがあるかと。で、それが、まあ、ランダムバライアビリティっていうのは、まあ、いわゆるサンプリングの話がちょっとほとんどになりますけれども、その部分。で、最後にそれを、まあ、図式化したもの。ただ、これ、最後のところの図もすでに佐藤先生のそのプレイの授業のところで教えてもらっているような内容にはなるかなと思いますんで、まあ、この部分を少しちょっと確認していく形になるかなと思います。で、具体的に What If の中でお話しさせていただ、してくださっているのが、まあ、ゼウスとヘラっていう、まあ、いわゆるギリシャ神話的な部分の話から始まってました。なんか具体的には移植の話があって、生き残るか生き残んないかみたいな話を、まあ、だからいわゆる空想のところで、まあ、思考実験していくみたいな話になってるから、まあ、こういう話をとってるんじゃないかなと思います。で、実際にはこのテーブル1っていうのがこの後紹介されていくんですけど、この中にもあって、で、ゼウスとなんかヘラがあって、まあ、いわゆる移植をしたらどうなったかみたいなところを考えると。で、生き残ったか生き残ってないかっていうようなものが、こういうふうな表に最後になっていく形にはなります。で、ここで、まあ、いろんなものが出てくるんですけど、 Y とか、あとは A っていうのがあって、A の大文字と小文字が出てくると。で、その部分は何を表しているかっていうと、大文字は基本はその集合で確率変数があって、その中で小文字の特定の値が取られるんだよっていうのを、まあ、定義づけているのが最初の一番最初のところでした。で、実際に A っていうのが、まあ、1っていうのと0っていうのを取って、まあ、治療されたもの。まあ、今回移植の話になってましたけど、A が1を取るし、0を取る。で、Y っていうのが死ぬっていうのとサバイバル。こういうふうなことがちょっと書いてあって、これをどう表記するかっていうのが、まあ、ここですと。まあ、なんかここの時点でいきなりちょっとテンション下がって、もうなんか文字ばっかり読んでると発狂しそうになるんですけど、もうトリートメント A1 の時の Y っていうふうな表現でこういうことを書いてあると。トリートメント A0。だから、いわゆるアントリートドな時は、こういうふうに表現しますよって。で、Y っていうのは、いわゆる確率変数であるっていうのが、これが重要で、まあ、1の時、A が1の時に、こう、まあ、いわゆる取り得る値だっていう。こっちも A が0の時に取り得る値だっていうふうなことが結構重要だっていうのは、最初のところのお話になるんかなっていうふうにちょっと思ってます。で、実際に、じゃあ、ここからまた、さらに定義の話に突撃していきますけれども、当初の予定通り、個人での、いわゆるコーザルエフェクトっていう形を、ちょっと定義していく形になります。じゃあ、さっき導入した文字で、個人での因果関係を定義していこうと。
まあ、この後に集合での集団での因果関係の定義にちょっと入るんですけれども、まあ、A が1の時の、まあ、これが答えですけれども、まあ、Y っていうのが A が0の時の Y とイコールでなかったら A は個人のアウトカム Y に対する因果関係があるっていうような表現をされていると。でこれも何言ってるか最初ちょっとパッと分かんないかもしれないですけれども、まあまあ、分かるんですかね。ここにいらっしゃる先生方みんなすごい得意な分野かもしれませんが、ヘラとゼウスの例でいくと、まあ、この表がこういうふうなものがあって、これはまあいわゆるカウンターファクチュアルって後でもう一回ここで説明しますけれども、そういう部分になりますが、まあ、A が1の時の結果がこうある、で A が0の時の結果がここにあるとして、この横に見ると、で A が1だとした時には0で、A が0だとした、いわゆる治療しなかったした時としなかった時に両方を0の時は、だからイコールだった時は因果関係ないよと。で A が1の時 1YA が小さいスモール a が0の時の結果が0、要するにこれが2つ違うっていう時にいわゆるコーザルエフェクトがあるよっていうような表現になるっていうことですね。だからこの式がイコールじゃなかったら因果関係があるっていうふうなことを言うと。でこの A1A が1の時と A が0の時のこの両方を指してポテンシャルアウトカムズだと、まあ可能性のある、これは分かりやすいですね。表現としてはいわゆるどっちか、その取りうる Y がアウトカムがあるだというのと、あとはカウンターファクチュアルアウトカムズっていう、僕らがそのいわゆる因果推論の時によくなんかランダムコントロールトライアルの時とかに言うのは、いわゆるこう1の時、1を実施させた時に反対のことを言うことが多かったんですけど、これは要するにこの Y っていうのはもういわゆるもう全部仮想現実みたいな、いわゆるこう思考実験的なところなんで、この2つを指してカウンターファクチュアルアウトカムズだっていうところが、なんか最初の、まあ、僕の、おお、ここでこういうことを定義するのかっていうところだったというふうにちょっと理解しておいていただけたらなというふうに思っていただけたらと思います。まあ、だからここで重要なのはこのイコールではないっていうのが因果関係があるっていう風な表現になると。この後でまたアソシエーションでも同じようなことが出てくるんでかなり混乱しますけど、もう一回ここを最初第一段階として理解しておいていただけたらなと思います。で次にコンシステンシーっていうのをこの中で定義されるんですけども、これもまた皆さん、僕も説明してたわけわかんなくなったら申し訳ないですけど、もし治療効果、まあ、A っていう集団の中で A っていうものを取った時のアウトカムっていうのがこれですよね。それはもうだからカウンターファクチュアルなものがいわゆるオブザーブドのものと明確に一緒だったりすると、要するにまあ、一貫性があると。まあ、これよく合理性にちょっと近い部分があるかもしれないですけど、まあ、一致すると。これがまあ、だから一貫性があるっていうのはすごい重要なことだと。だからまあ、これがちゃんと前提条件として成り立ってるっていうことが重要だと。で、ゼウスが実際に A1 のトリートメントされたときに、彼のカウンターファクチュアルアウトカムのアンダートリートメント、これそういう表現でしたよね。で、A1A の1の時のアウトカムが1っていうのがいわゆる実際のアクチュアルアウトカムに等しいということが、まあ、このコンシステンシーだというふうに定義しています。まあ、この辺は定義の用語なんで、もしなんかコンシステンシー出てきてなんかわけわからんなってことがあったら、実際にここに戻ってきていただけたらいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思います。コンシステンシーが成り立たない状況、いいですね。僕もここの部分はすごい悩ましい部分があるんですけど、基本は一つは、まあ、デタルミニスティックっていうか、まあ、確率論的にいく部分なんだ。これちょっと、ここから一部は僕のご意見、意見っていうか、個人的な理解ですけど、まあ、後でデタルミニスティックとそのノンデタルミニスティックっていうか、もう確定的なものとノン確定的なものが多分出てくるんで、そういう部分がちょっと関係してくるのかな。だから実際に確率論的にアウトカムがどうなるかっていうパターンと、この今の場合はゼウスがカウンターファクチュアルは1、0なんですよね。ここは1、0。だから A が1っていう時にはもう1になるって決まってるんですけど、そうじゃないパターンっていうのが多分今後確率論的に決めていくと。実際に僕らもそうじゃないですか。手術をした時にカウンターファクチュアルをどう決めようが、あ、すいません。
あ、じゃあチャプター3でやるみたいなんで、じゃあそこで次に進めましょう。ありがとうございます。いいですよ、先生話して。ごめんなさい。いや、どんどん議論していただけ、そんな長くないんで、ちょっとぜひ議論していただいた方が、僕もちょっといろいろ一個ずつ勉強になるんで、お願いします。はい。まあ、僕の個人的なここでの理解はそういうことかなと思ってました。はい。で、次いきます。じゃあ、アベレージコーザルエフェクトですけど、これはだからさっき言った定義、インディビデュアルコーザルエフェクトっていうのは、まあ、その条件があって、いわゆる興味があるアウトカムがある。で、比較する介入試験が、まあ、1と0、まあ、やるやらないっていうのがあった。で、半事実の結果っていうのが、まあ、比較できる。もう、同一個人内で全部持っているときには、まあ、計算できると。そして計算できたときにイコールじゃなかったら、インディビデュアルコーザルエフェクトがあるとかいうふうな表現をするんですけど、まあまあ、やっぱこれ難しいよねってことで、アグレギエイティドっていうか、まあ、こう、いわゆる、まあ、集団でちょっと考えてコーザルエフェクトを定義していくっていうふうに話になると。じゃあ、半事実の結果を持って比較できる集団があれば、まあ、いいんじゃないのっていうのが、まあ、第一段階という形になります。まあ、ここからまた、文字が導入されていきます。で、アベレージコーザルエフェクトっていうのも、また定義、次入っていく形になるんですけれども、じゃあ、コーザルエフェクトっていうものが、ちょっとつかないな。後でいきます。で、アベレージコーザルエフェクトの定義っていうのが、まあ、いわゆるこの A の1の時に1になるものの確率と、まあ、A が0しなかった時に1になる確率が違うっていう。まあ、さっきのものと何が違うのかっていうと、これが個人の場合でしたよね。で、これが、まあ、絶対、確定的な Y の話から次確率にしたと。いうのが一つのアウトカムだと。で、この治療 A がアウトカム Y に因果関係があるっていうのをさらにまあ一般化するっていうのが、まあ、こっちの部分で期待値で表現したと。まあ、だから Y かけて、まあ、いわゆる確率をかける部分。なんでこれがこうだっていう、1,0 の場合は、日変数の場合はかけても一緒になるというのが、この間の佐藤先生のちょっと授業にあったのと同じような形になるのかなと思う。この表現っていうのが、まあ一応、まあアベレージ、コーザルエフェクトっていう。だからいわゆる、コーザルエフェクトがさっきまでは Y の確定的な話だったのが、まあ平均的な個人から集団にちょっと移動させると期待値で表されるよっていうのが、まず最初の第一段階かなっていうふうにちょっと考えてます。次です。で、次です。で、簡単な注意ですけど、アベレージのコーザルエフェクトっていうのが、まあ、なかったとしても、個人に対しての効果がないわけではないっていう。だから、これがインディビデュアルコーザルエフェクトとアベレージコーザルエフェクトの違いだと。アベレージコーザルエフェクトっていうのは、基本的には、まあ、この全体、縦にした平均っていうのを出しますよね、確率なんで。まあ、今回のテーブル1っていうところに書かれてるのは、まあ、20人の人がいて、まあ、A1 の時には1になる人と、1になる、A0 の時には0になるっていう人が、こういうのが、まあ、20パターンある場合には、じゃあ、集団で考えましょうよっていう場合には、20あるうちに1になるのが10人なんで、0.5 と。だから逆に、この A0 の時の、Y が確率、1になるのが10。なんで、これが一緒だと。この分数とこの分数が一緒なんだと。だけど、まあ、個人で見ると、ちょっと違うよね、みたいな。この1とこの0はイコールではないので、個人に対するインディビデュアルコーザルエフェクトはなんかあるよね、みたいな。で、これがもし、いわゆる全員このイコールだったとしたら、まあ、いわゆるシャープコーザル、ヌルハイポセシスがトゥルーだっていうふうな表現をする。まあ、すごい極端な条件かっていう場合は、こういうふうな表現を使いますよってことがちょっと書いてあります。ですので、一応注意としては、まあ、集団のことと個人のこと、今何を自分たちが見ているのかっていうのをちょっと確認していきましょうっていうところが最初のところかなっていうふうに思います。で、次のところですね。メジャメントオブコーザルエフェクト。だから、まあ、これを評価するのってどうやってやるんですかみたいなところがちょっと最初のところかなと思ってます。で、まあ、これはもう皆さんもよくご存知の部分かなと思うんですけど、まあ、3つパターンがあって、まあ、引き算すると。コーザルディファレンス。
まあ、僕らのその普通のいわゆるエピの感覚の、リスクディファレンスの部分とリスクレーシオで最後オッズレーシオだと。でこれはエフェクトメジャーズを評価するものが、まあ、3つありますよっていうことをちょっとここでは導入していると。でアベレージのコーザルエフェクトっていうものがあって、それはまあコーザルエフェクトって表現しますし、ここからはだからいわゆるノーアベレージエフェクトの帰無仮説っていうのが、まあ、コーザルヌルハイポセシスっていう表現を使いますよってことをちょっとここでは紹介してて、まあ、それぞれ、まあ、0、1、1みたいなところを今後ちょっと注目していく形にはなるでしょうねっていうのがここの、まあ、効果の評価の方法の話でした。でこの後に、まあ、実際にこの一つ一つのサンプルがテーブル1の1の時っていうのは、まあ、20人が全体の募集団だったということで考えてたんだけど、次はその20、ここはちょっと導入だけですけど、すごい一部だけ書いてありましたが、20人をその全体の募集団からのサンプル集団だと考えると、まあ、こういうふうなハットをつけたものを、まあ、いわゆるコンシスタントエスティメーターっていうのを PR、まあ、A の時の Y が1になる確率の、まあ、一部のものを表しているよと。で 0.5 だと。でこの部分がいろいろ違い、こことここの違いみたいなのはあって、だからそれがどういうふうになっていくのかっていうのは、まあ、今後チャプター10で表現していくっていう形になるかなと思います。あ、シャープヌルハイポセシスの定義ちょっとじゃあ一回これ多分最後にもうほとんどもうこの後出てこないんで、もう一回後で戻ってきます。もうちょっと先にあと3枚ぐらいなんでちょっと終わらせてしまおうかなと思います。でコーゼーションと、まあ、最後にアソシエーション、まあ、因果関係と、まあ、関連、これはもうすごい皆さんも散々この本読むぐらいだったら知ってらっしゃるっていう話だと思うんですけど、まあ、その違いを、まあ、図式化するのと、まあ、それぞれの言葉で定義していこうみたいなところにはなってきます。でテーブル1っていうのが1の1っていうのが、まあ、こういうふうなもの表がありましたけど、これは実際にこういうふうなことはカウンターファクチュアルって僕らの昔言ってたカウンターファクチュアルっていうので反対側を見るっていうよりもこの両方の場合がもう明らかに得られる、いわゆるカウンターファクチュアル、もうそんな次元はないよみたいな思考実験のこういう部分が得られているテーブルっていうのはあんまりないと。で実際にはまあA が決まった時に Y がこうなったっていう結果があるような表がちょっと得られますよねって。でこういうふうな表になるといわゆる条件付きか、あとでコンディショナルプロバビリティっていうふうな表現になりますけれども、 A が1の時の Y が1になるっていうのが分かると。だから例えば A が1になる時のこの Y っていうのが結果が見えるやつがありますよね。じゃあこれが13個あると、A が1の時が13個のうち Y が1になるのが13分の7だと。で PR っていうのが、まあ、A が0になるのは、まあ20この中の、もううち1、2、3、4、5、6、7のうちの A が1になるのは 1、2、3だと、3分の7だと。でここでまた似たような話が出てきて申し訳ないですけど、まあ、独立っていう話があると。さっきはコーゼーションの話だったけど、次はアソシエーション、こういうこっちの表からはいわゆる独立の話が出てきて、アソシエーションっていう、でアソシエーションの定義がこの数式にちょっと次になってくると。さっきとすげえ似てるんですけど、 A が1の時に Y が1になる確率から A が0になった時の Y が1になる確率を引いたもの、まあ、いわゆるリスクディファレンス、リスクレーシオ、オッズレーシオっていうのを、まあ、出てくると。でこの何これの表現をまとめた表がこっちです。でインディペンデンス VS アソシエーションで、まあ、関連っていうのは基本的には A が1の時に Y が1になる確率と A が0になる時の Y が1になる確率が違うよっていうところが、まあ、今回のアソシエーションの定義になっていると。まあ、一般化したらまあ期待値になるんですけど、これが一緒のものが独立、一緒じゃないものが、まあ関連しているみたいな表現になります。でこっち行くとコーザルエフェクトっていうさっきの部分は
やってたのはコーザルエフェクトですよね。 A が1になる時の Y が1になる確率全体、ここだからこっちがこの右上に来て Y が左上に Y の右上に来てるような時のものがさっきやってたやつで、こっちが A が1に限定した場合の確率、まあ、この部分の違いがあると。でこのコーザルエフェクトの時は不等式が成り立つ場合は因果関係があると、で等式がある場合は因果関係がないみたいな感じです。因果関係なしっていうのと独立っていうところの話だと、まあ、これも何言ってんのかっていうところは、まあ、図にしちゃったらすごい簡単で、因果関係と関連の話はこういうポピュレーションオブインタレスト、全体の母集団の中で治療されたものとアントリートメント、アントリートでだっていう人が、まあ、実際にはいますよねと。で、これを、まあ、関連っていうのはこの A が1だったものがちゃんとしたものが期待値が見えて、こっちは A が0だった時の期待値が見えたもので、この部分のリスクを見て、これが確率を表現してて、これはコンディショナルプロバビリティだから、ここが分かるのが、いわゆる関連性だと。でこっちはさらにこのコーゼーション、いわゆるカウンターファクチュアル、もうだから実際にはこうじゃないですよね。だからそれを見ているものの違いが出すのがリスクで出せるのがいわゆるプロバビリティだと。だから同じポピュレーションで違う2つの治療の値でのディファレンスリスクを確認できるのがいわゆるコーゼーションだと。でアソシエーションっていうのは2つのいわゆるこうそれぞれの別々の部分に分けたもの、同じ母集団の中でそれの中での違いを見てるのがいわゆるアソシエーションだっていうことが、まあ、今回の定義になりました。まあ、さっきのスライドが一番多分ポイントで、この表現を、まあ、理解していくっていうのがすげえ大変な部分じゃないかなと思います。まあ、式がすごい似てるのが一番ややこしいと。だからこのイコールがないものがイコールがあるものが独立で、イコールがないものが、まあ、関連性があるで、こっちのイコールが不等式なものが因果関係があって、等式だったら因果関係がないと、まあ、なんか喋りながらも混乱していくんですけど、まあ、第一の、チャプター1の定義のところはだいたいそんな形の話でした。ですんでこれで、まあ、実際にこう お前実際のデータはこれしかないやないかと、でこれで本当にコーザルエフェクトが言えんのかっていうのが、まあ、実際にどう考えるかっていうと、そのランダマイズコントロールやっていきましょうっていうチャプター2につなげて第1章はちょっと終わっていました。以上ですかね。でちょっと少し戻って、これが違うとスライド9で、バイナリーアウトカムズにするメジャー、あはい、そうですね、バイナリーアウトカムズに、まあ一応そうですね、まあこれはちょっと、アウトカムズ、メジャーズ・オブ・コーザル・エフェクトではないですか。これは引き算の場合だからってことね。すいません、ちょっと意味分かった。一応以上です。あ、もしもし、ここのところの多分、はい、クロスケさんが言ってる、このバイナリーアウトカムに対するっていうところは、この Y の取り得る値がですね、0か1じゃないですか。で、そこで0か1なのでバイナリーなので、はいはい、今このスライドで、まずバイナリー、Y がバイナリーですよっていう、その何ですか、定義が、あ、まあ、注釈がなかったから、多分こういうような、ありがとうございます。だったのかなって思います。ありがとうございます。はい。あとは先生、シャープコーザルヌルハイポセシスの定義をもう一度聞きたいっていう方がいらっしゃったので、お願いしていいですか。そうですね、ちょっととりあえず今僕が説明しましょうか。シャープコーザルヌルハイポセシスっていうのは、その集団としての、コーザルヌルハイポセシスは、みんな集団全体が
暴露した時と、まあ、集団年齢が暴露してない時の期待値が同じっていうのが、その集団としてのコーザルヌルハイポセシスなんですけれども、シャープコーザルヌルハイポセシスっていうのはもっとこう厳しくって、その全ての対人のその介入した場合と暴露した場合と暴露してない場合っていう潜在アウトカムが全て等しいですよっていうのがシャープコーザルヌルハイポセシスなのかなっていうふうに読み取りました。どうかな、これは戻ってこれてるんですかね。ああ、先生、時が動き出し始めましたよ。てかさっきからそればっかりですけど、これは僕のやつが重いんですかね。いや、どうですかね。今どこまで議論が進んだんですか。シャープヌルハイポシス、あ、これですか。あ、まずそこの先生、もう一回先生の質問、あ、質問とか先生のお答えを、あ、これですか。あ、これですね。これはまあだからアベレージコーザルエフェクトがまあイコールの話をしてるんですけど、その時に、まあ、これいわゆるインディビジュアルコーザルエフェクトが、まあ、違うじゃないですか、まあ、それが全部同じっていう話の議論です。え、なんかそれで今チャットがすごいいっぱい増えてますね。で、あ、いや、それだけですかね。で、はい、日本語訳の口頭で、あ、これはどういうふうに訳すんですかね。シャープコーザルヌルハイポテシスをどう訳すか、あんまりこうどうですかね、なんか訳ご存知な方いますか。訳さなくてもいいかなとは思うんですけど、キム仮説のシャープ、まあ、より、うん、より鋭敏なみたいな感じですかね。まあまあ、うん、日本語でいき、何、英語でいきましょうか、これは。そしてテクニカルポイント2.2、テクニカルポイント 1.2 が読んでも理解できず、テクニカルポイント、ああ先生、テクニカルポイントの 1.2 って読みました？これですかね。これ今見えてます、これは。ああ、今見えてます、見えてます。ああ、これです。あ、これはだけど基本期待値の話ですよね、じゃなくて、これを説明すればいいんですかね。まあ、とりあえずその、これがだからノンデタミニスティックのカウンターファクチャルだと思うんですけれども、あ、鋭利な因果キム仮説と訳、僕が出ています。ありがとうございます。で、一応これはその、僕がちょっと説明するより、なんか佐藤先生入ってたら佐藤先生の方が説明した方が良さそうな気はしますけど、僕なりの理解としては、その、さっき話してた内容が多分僕の理解がここだったんで、いわゆるこう、まあ、期待値といわゆる確率といわゆるそれ の絶対値をかけたものが考えられるものだと。で、それこそがコーザルエフェクトの話になるんだと思うんですが、どこを説明すればいいのかな。プロバビリティマスファンクションっていうのがあって、僕らの領域でいくとプロバビリティデンシティファンクションで、これはいわゆる1、0取っていくんで、いわゆる離散なんですけど、デンシティファンクションって確率の全体に数値があって、それに重み付けをしていくっていうのが全体の話じゃないかなと。で、その部分をかけて考えるのが期待値じゃないですか。それの部分をそのまま比較してる話なんで、なんて説明、どこの問題があるかな、どうして、すいません、どこを説明したいかな、はい、すいませんでした。あ、いいですか。いいですか。多分これ僕もちゃんと読み切れなかったんですよ、ここ。なぜかというと、まずですね、ランダムバリアビリティかのところで、このランダムエラーっていうのが、そのサンプリングバリアビリティと、このノンデターミニスティックカウンターファクチャルっていう2つの考え方があると、まあ、源があるって話が、その普通の文章で出てきてたんですよね。で、その2つ目の、そのノンデターミニスティックカウンターファクチャルズっていう内容が、なんか量子論、なんて言うんだろう、その量子力学ですね、量子力学。この物体が取り得る確率も揺らぎがあるっていうような多分話かなって思って、書いてることは
まあ、普通の期待値の話にはなるんですけども、その期待値の確率変数自体に、そのセンターアウトカムの確率変数自体に、その量子力学的な記法っていうか考え方を付加しているのかなって思ったところで、ここは読むのをやめました。なるほど、そういうなんか深い話なんですか。なんかだけど基本その確率論じゃないんですかね。あ、そう、確率論のまた深い話かなって僕思ったんですよね。あ、そうか。その y イコール1になるのが確率で、そのいわゆる、まあ、0.9%、 いわゆる9割でなるパターンと、そうじゃないっていうことじゃなくて、さらにややこしいことなんですか。なるほど。そう、結局センターアウトカムってなんかこう、その人は1か0かって決定論的に決まってるっていう話の流れだったと思うんですけど、それがなんか揺らいでるみたいな感じなのかなって思って、もしもこれなんかもっとこう分かってるっていうか、あったらぜひ聞きたいですかね。こう数理的に強い人がいたらお話聞きたいんですけれども、ぜひぜひ。まあ、基本その個人的な理解としては、アウトカムは確率変数で、まあ、そのいわゆるアンサーテンティーとサーテンティーの違いなんかなと思ってたんですけど、そのいわゆるこれアンサーテンティーじゃなくてサーテンティーっていうか、リスクだっていう、僕らのそのいわゆる経済学の領域でも、僕らっていうか経済学の領域でも基本はナイトとかがずっと言われてたように、アンサーテンティーって確率論的にアウトカムが規定されない場合は、確率論的にもう分かってるやつ、リスクっていうのが分かっ、リスクっていうのは基本はその確率論的にそのアウトカムがどうなるかって分かってるグループなんで、そういう風な表現なんじゃないかなと思ったんですけど、だから10、その最初のテーブル1の1っていうのは本当にもう決定論的に、デタミニスティックにいわゆる1、0が確定されますけれども、それをアナザーストーリーで、まあ、量子力学的にもそう、多分同じような形になるんだと思うんですが、まあ、0.9割なるのと、まあ、分かんないみたいな話にちょっと分けてるんかなと思ったんですが、理解が違うのか。これだけどぜひなんかその皆さんにちょっとコメントいただけたら嬉しいですね。スラックで小野雄介さんがコメントしていただいてるんですけど、うんうん、はい、もしよかったら小野さん、あ、なるほど、確率論的ではないって書いてます、話します、話せますか、うん、いきなり振っちゃったからなんかあれかな、うん、あ、こんにちは、小野、うん、お願いします。聞こえますか。聞こえます。はい、一応一章だけしかまだ読んでないんですけど、一章では個人の反応というのは、個人のアウトカムっていうのは決定論的に決められていて、ゼウスの例ですと、ゼウスはもうその時はゼウスは必ず、その心臓移植を受けたら、どっちになったんですか、生きて生存したんです。すぐ忘れますけど。どっちか、ゼロか1か。ゼウス死んでます。ゼウス死んでるです。必ず、もう、100回同じ状況が起きても、必ずゼウスはその時は死ぬと。で、心臓移植を受けなくても、同じ状況が100回あっても、必ず死ぬと。そういうふうな考えで、一章は書かれてると思うんですけど、そうではなくて、1の4でちょっと説明されてますけど、10章での議論では、そのゼウスは100回同じ状況になったら、20回は生きて、80回は死ぬと、そういった状況にもなりうると、そういうことも考えられると、でそういう状況は量子力学ではこう一般的に普通な考えなんですけど、ただ1章、その10章になるまでは、もう決定論的に、その個人に関しては個体に関しては決定論的な考え方でいきましょうというふうに述べていると思います、うん、説明になってないでしょうかね。あ、いや、理解できました。で、ありがとうございます、勉強させて。私がちょっとスラックの方で質問したのは、うん、確率変数は大文字で書きましょうと最初に書いてたんですけど、はいはい、そういうふうに個体に関しては
決定論的なので、そう、添え字 i をつけたときは小文字で書いた方がいいんじゃないかなとふと思ったんで、そういう質問してしたんですけど、そう、不特定の答えに関しては大文字で書いていいと思うんですけど、ゼウスとか、ヘラクレスというふうに特定の答えに関しては小文字で書いた方が表記として分かりやすいんじゃないかなと思ったんですけど、小文字で i をつけた場合は小文字で書いた方がいい、あ、まあ、消えちゃった、これですよね、これのどこ、はいはい、a イコール0ではなくて yi a イコール、yi、 ああ y の小文字の i って、 i っていうのはゼウスとか、ヘラクレスとか、そういった個体に関してのことなので、うん、で1の4で言ってるのはそういう個体に関しては決定論的なディターミスティックな考えでいきますって言ってるので、すごいわかりますね。これだけど先生がおっしゃられるように最終的に拡張していくから y 大文字の方がいいってわけじゃないんですか？あ、そうかもしれないですね。後々のことを考えて、まあ、ディターミニスティックじゃなくてノンディターミニスティックな部分をやっぱり決めていかなきゃいけないし、もう第一章でも導入されてますよね、さっきみたいな話同様で。じゃあやっぱりここが大文字だっていうところに意義があるのかなと思ったんですけど、あの先生のおっしゃってるところに乗っかっちゃってすいませんが、どうでしょうか。なんかあのそれでもなんか悪くない気がします。先生の解説で一つ理解が深まるような気がしますけど、ね、そうですね、先生がおっしゃっているのはこれ小文字 y にし、もう本当にもう確定論、決定論的なんで小文字だっていう話ですよね。そうですね、あの i をつけた場合は、と思います。個人に設定した場合は小文字にした方がいいんではないかっていう、だけど今の話でいくと最終的には量子力学的な考え方に基づいて、あの確率論で分かれてきますよね、結果が。ただその話は多分10章まで出てこないんですね、はい、多分拡張させるから最終的にはここで無理に小文字にしなくてもいいってことですよね。ああ、そうかもしれないですね、はい。まあちょっと分かんないですが、あのよりだからそれの方が、まあ、あの固定されてるから小文字でいいだろうっていうことだと思うんですけど、ありがとうございます。積分の式で関数にかかってるのは何ですか、はい、いいですね。なんかやっぱりこうみんなめちゃくちゃこの領域に強いから頭がなんかいまいち追いついていかないっていうかあるけど、このどれだ、これこれかな、積分の式、あこれ違うわ、真のテクニカルポイント、微分散帰作用素 D が変数なく関数にかかっている、あこれはこれはちょっとなんか僕瞬発力よく瞬発よく出てこないですね。なんかあの書いてます、スティルチェス積分です。あなんかすごい人がいる、あベンキーさんってもしかしてなんか強そうな、 強いっぽいですよねちょっとこのあのすいません、はいはい、あすいません、こんにちは、横からあこんばんはですね、横から勝手に解説しますとはい、微分差要素 D が関数にかかってるっていうのは D ラージ FY みたいな感じのことを指してるっていう質問であっていますよね。はいはい、これは正直に言うとあまり気にしなくてよいというのが答えになりますなぜかと言いますと、これこの離散の時も、連続の時も統一的に書けるよねっていう、これあの速度論の書き方なんですね。まあ、速度論に限った話ではないんですけど、こういう書き方で積分を書けますよというような言い方になっているので、なので、例えば連続の普通の積分とかであれば、テクニカルポイント1の1のどこかにあるように、YF、書いた方がいいかな、YFDY みたいな、あの積分と普通の一緒になってしまうので、
あまり細かいこと気にしなくてもいいと思います。なるほど。はい。そうですね。つまり、気にしなくていいってことしか、今ちょっとよくわかんなくて。ですね。はい。あ、大丈夫です。じゃあ。まず、多分これ、この議論は、ちょっとなんかあまりにも細かすぎるような気がしていて、僕は。なので、スラックで、後でやりましょうか。なんか記号をちょっと、なんかちゃんと書いた方がいいような気もしますし。いいですね。なるほど。佐藤先生、どこの辺で今日はまとめていけばいいですか？そうですね。いいかな。どうですかね。もっとこう大きなこう内容で質問とかありますかね。コンシステンシーの話がちょっとよくわかんないとかですね。まあ、コンシステンシーの話はもういいかな。少し前の話、あ、シャープヌルハイポテシス、フィッシャーシフト、ローゼンバーグの著書。お、なるほど。最も企画、すいません、ありがとうございます。最も棄却しやすい仮説ですよね、確かに。確かに。すごい強力な仮説であるっていうところ。あ、チェス。すごい。素晴らしい。いや、いいですね。勉強になりますね、僕も。すいません。いいですかね。ここら辺で。なんかコメントしたい方いますか？大丈夫ですかね？いいかな？じゃあ、ここら辺で今日はおしまいにしましょうか。それでは、皆さんまた来週よろしくお願いします。